今回は機種である一致のお話を3本紹介します。1本目は2015年9月14日のスレです。機種、現役の機種だけど何か質問ある？返信遅いかもしれないのであしからず。答えられる範囲までは答えます。なんで2ちゃんなんてやってるの？なんとなくです。藤田の引退の本当のところ。地方なので詳しいことはわかりませんが先輩から聞いた話でも、やはり現状の JRA ではモチベーションが上がらないという理由らしいです。それが全てだと思いますがね。年収。飯は食べれてます。少し前は怪我してたので何ヶ月間かほぼ無収入といった感じでしたが。パドック見てて、未勝利の馬とオープンの馬の見分けすらつかないのですが、どこに注目すればよいのですか？パドックではわからないと思います。わかる人にはわかるのでしょうが。例えば牧場で2頭の馬を見せられて、片方はオープン馬、片方は未勝利馬と言われた場合。小馬ならなんとなくわかると思います。中央競馬の馬は全ていい馬に見えます。吉原さんの怪我は大丈夫なんですか？鼻？カカオ？の怪我と背骨をやったと聞きました。全治はわかりませんが落ち方はみなぞっとする落ち方でしたね。見ていて怖かったです。脳などにダメージがなかったのは幸いでしたけども。主さんも、お気をつけてくださいね。地方競馬も応援していますよ。もう怪我は避けたいですが人間ではどうすることもできないので、ありがとうございます。有名芸能人、女優さん、と知り合う機会はありますか？難関とかは多いと聞きます。でもほぼ知り合うような機会と暇がないですね。みんなそれどころではないですし。武豊ってうまいの？福永ってうまいの？豊さんはうまいですよ。でも向こうは勝ちに行ける馬が多いので勝負できますが、こちらとは仕事内容が違いますし足元が緩い馬が多数なので、そういううまさとはまた違うんだと思います。なんか証明できるもんアップして。向きの先っぽの写真とか。写真を載せる方法がわからないのですが、一応海外から取り寄せたプロカシという先端部分が長いムチを使っています。海外競馬で使うムチです。土曜中山、日曜阪神。とかで地上の場合当然公共の交通機関で移動すると思うのですが、その時は調整ルームにいないので携帯とか操作してもいいんですか？この時に情報漏洩とかやろうと思えばできると思うのですが。常に職員の監視下にあるような状況なんだと思います。使う人なんていないと思いますよ。そもそも、八百長するなら、やることは決まっているから、いつ入っても誰と連絡を取っても一緒だと思うのですが、日本にはなんで調整ルーム制度があるのだと思いますか？公正競馬の確保のシンボルってやつですかね。JRAの日本人騎手で上手い人さんに投げて。豊さん、秋山さん、まさみくん。その3名の騎手はプロから見てどこが上手いと感じられますか？豊さんは当たりの柔らかさですね。秋山さんも馬の邪魔をせず全能力を発揮できてることが多いです。まさみくんは一緒に乗っていたら色をつく騎乗をしてくると思います。そこは僕の経験不足もあるのですが。八百長についてコメントお願いします。ないです。武豊さんと会ったことありますか？あります。豊さんは地方のジョッキーからも評判いいってよく聞きますがやっぱり優しい方なんですか？あと、馬が可愛いと思うことはありますか？気遣いが素晴らしい方です。可愛いですよ。岩田みたいなダサくて汚くて根性ある乗り方と、豊みたいなかっこよくて綺麗ですか下乗り方どっち目指してるお好き？今はぶっちゃけどっちより？意外とどちらも一長一短なんです。使い分けをして乗っていますが、誰かの真似ということは特にしません。福永みたいなど下手は、騎手の方たちの中でどう評価されていますか？今まで、福永がベテランジョッキーからあいつは乗れるとか、うまいという話を聞いたことがありません。乗っている馬の質が違うので確信はできませんが爪が甘いといえば甘いですね。思い切りのある極端な競馬ができないのかもしれません。馬なりってやつです。返し馬のチェックポイントについて教えてください。やっぱり前足のさばきが軽い馬ほど好調なんですか？わかりません。返し馬でわからないってこいつ嘘だな。ウゼロカス。残念ながらわからないものはわからないです。期待に応えられず申し訳ありません。三日本についてどう思う？うまいかとか人間性についてとか。馬乗りは現地法機種の中ではズバ抜けていました。人間性は、まあそういうことです。ご察しの通り。てか、位置は三日本氏ですか？返し馬でわかる。え？わかるの？機種のコメント見たらみんな返し馬で判断してるだろ。三流機種でもわかるのに。一応返し馬について言及しておきます。僕が返し馬で行うことは、口向きの確認、悪癖のある馬ならそこを出させないように、あとはとにかく足元を気にします。みんなそのようなことは最低限行っていると思うので、それだけ見てもやはり実践には繋がらないと思います。福永雄一、戸崎啓太、岩田康成、浜中卓、川田優雅、ミルコ・デムーロ、武豊、クリストフ・ルメール、海老名正義、北村博史、この中で正直自分より下手だわってやつ教えて。スタートとスタート後の追い出しは誰にも負けない自信はあります。向こうは追い出さなくてもすっと好位置につけるような馬ばかりですが、小牧さんのスタートには叶いません。誰が自分より下手か教えれって言ってんだぞ。にちゃんでいいこぶってんじゃねえよ。これ名前。失礼な質問かもしれんが、馬を汚らせたことありますか？あるなら、その時は罪悪感感じるものなのですか？また馬主、調教師に怒られたり嫌味言われたりするの？よろしく。
あります。しかし人為的なミスで転倒したり操作ミスとかはもちろん機種も悪いですが、ほとんどが突然の転倒だったりなのでどうすることもできないですね。自分は2回乗ってた馬がパンクしてしまいましたが、最初はしんがりで突然の転倒、2度目は心臓発作でした。割り切るしかないのですがやはり割り切れられないですし、一番辛いのは厩務員さんです。道中ってハミを外してた方がいいの？外すと抜くは違います。外すことはないですが外れることはありますし、逆に抜いて走ることは馬によってはメリットにもデメリットにもなり得ます。だよね、最初は自分もそこらの加減がわかんなくて苦労したわ。ありがとう。こんなことしてないで岩田のコース取りとか勉強しとけ。年齢、経歴、が秋山、1、町岡で最近怪我していた地方騎手、特定されそうなんだが、長寿か、まだ治ってないな。三日本が地方でズバ抜けてるって地方全場の全ジョッキーをランク付けできるほどあちこち乗り回ってるの？他地区のジョッキーとはどういう交流してるの？増田時代、南関時代、重賞での乗りっぷり、他場はテレビで見ています。後藤騎手の自殺について、競馬サークルではどんな空気でしたか？なんで自殺したんだ、とか、やっぱりな、とかそういった雰囲気のことです。2年ぐらい前に同じようなスレ見たな。地方騎手ってのはフェイクの可能性もあるしな。大地働け。大井原何やってんだ。後藤騎手の死は衝撃的でした。ファンの方と同じ思いです。そんなことするようには見えませんし。八王朝は少なくとも僕は聞いたことありませんね。三日本ですよね。三日本はこんな謙虚じゃない。ファンにはすごい丁寧だったぞ。問いに答えないあたり、怪しいな。否定しないし。まあ肯定もしてないけど。小町がスタートうまいとかこのゴミは何を言ってるの？スタートは竹と岩田が抜けてるだろ。死ねよゴミは。現役では小牧さんうまいですよ。同じ乗り役としてもスタートだけは真似しようと思ってもできません。地方時代の方もすごかったですが。しかし里哲さんが一番のスタート巧者だったと思います。職人技でした。里哲さんがうまいのはこの間 BS11 の番組でいろいろ語っていたのを聞いて感じました。騎手ってそんな風に感じてるんやと。で、質問なんですが、日本人騎手の中には外人騎手が大したことはないという風潮があるそうですが本当ですか？旗から、ファンから、見たら、外人のセンセーショナルな勝ち方はすごいと思ってしまうのですが、騎手は勝ち方ではない何で上手いと他騎手を評価するのですか？結局競馬は一着を目指すものだと思うのですが、どうも日本人騎手は違う部分で上手い下手を語っている気がするのですが、海外はインに密集するパターンが多いですが、そこを外に出して大外一騎を決めるわけではなく無理やりでも馬群をこじ開ける競馬が当たり前です。ところが日本は直線に向くと外に開いたり、馬群が左右に大きく広がるのがわかります。外国人にとってはとてもイージーなレースなので簡単に勝つことができてしまいますよね。しかし道中の折り合いのつけ方、足のため方、それがうまくなければ直線では進路が開こうと上位に食い込めません。道中も直線もやはり経験の差もありますね。米国はどれだけ直線まで足を残しながら速いペースを刻むかが鍵のレースなので米ジョッキーはそこがうまいです。少し質問と外れ外れになってしまいましたが、日本人ジョッキーが認めないのは嫉妬心であって上手いと思ってる人は上手いと思ってますよ。最初は楽しいけどだんだんしんどくなってきませんか？仕事じゃなくてこのスレが。競馬界ってやはり競馬ファンが知りたくても知れないことだらけですし、逆に僕たちにとっては当たり前なことが、ファンの方だと当たり前ではなく意外、と思うことがあると思ったので、少しでも暇つぶしにでもなれたらいいなと、むしろ匿名なのに信じていただき反応や質問がここまで来るとは嬉しい限りです。逆に乗り役目線とファンの方との目線ではジョッキーの上手い下手は通ずるところもあるしこちらが勉強になりました。中央競馬の問題となっているエージェント問題は自分らは何とも言えないので、そこは藤田さんの機種の一文でご覧になった方がわかりやすいのかなとも思います。伊達豊に、ホモ疑惑が出ているんだけど実際はどうなの？そういう素振りや雰囲気が少しあったりするのかな？例えば、あなたや他の機種に対して、ちょっとそういう誘いを匂わせたりとか、機種の間でも噂になってるとか、そういうのはないかな？わかりません。競馬場でしか会ったことないですし。やたらと機種のお尻を見てくるとか、体を触ってくるとか、特定の機種とばかり話してるとかないの？本当はあるんじゃないの？怖くて言えないんでしょ？質問の方々からの内容で初めてそんな話聞いたのでわかりません。逆にこちらが豊さんだ、と物見してしまうくらいでしたし、レース後も確かまっすぐ帰ってましたから、わかりませんね。質問です。レース前に調教師から作戦の指示は出るんですか？調教師から直接じゃなくても厩務員通してとか。今日は本調子じゃないから回ってくるだけでいいよって言われることもあるんですよね。先生によって細かい指示をする人、お任せの人様々ですね。回ってくるだけでいいというのは僕は経験がありませんが、長期休養明けの馬に乗った時は出たとこ勝負だから気楽に乗ってこいとよく言われます。しかしレースは生き物なので細かい指示は頭に入れておく程度ですね。僕は最近は細かい指示はありませんが新人や若手には結構うるさいと思います。八王朝はないとおっしゃってるのに八王朝ばっかり聞くな。スレ主さんに質問、やらずはありますよね。乗っていてこれはこれ以上走らせたら危険だと思ったら無理はできません。ぶっちゃけ、中央騎手はエリート気取って上から目線で来るからムカつくでしょ？そういう中央騎手って必ずいるよね。
中央地方限らずいますよ。パドックで、こういう馬は走るとかありますか？例えばうんこ見るとか。前走との比較しかないと思います。ここで1本目のお話は終了です。2本目は2013年3月20日のスレです。現役騎手だけど質問ある？ある？大地？違うよ。飲みすぎて苦しいんだけど、どうしたらいい？薬飲むといいよ。ないです。とにかく体が大事です。怪我しないように頑張ってください。ありがとう。中田雅也騎手。難関かな？まずお前の所属と名前を名乗れ。関係者にバレたらヤバいから無理。みんなそういうのには厳しいから。質問しようがねえだろ。そうかな？馬券買ったら当てる自信ある？ないなぁ。でも内田さんは来る。日本柳と予想。まず JRA の騎手なの？マイケル、記念騎手だろ。中央だよ。おいおい三浦かよ。次から乗るときは岩田や川田みたいに馬上ダンスしてくれ。バレるじゃん。可愛いと思うアイドルは？島崎遥か、あの子は可愛い。通常買ったことあるかないか。一回ならある。最近見たレースで好騎乗だと思ったのは、あえて自分のレースを上げてもいいぞ。有馬記念、内田さんうまかった。騎手になるために何を頑張ったの？減量。みんな職業のことじゃなくて特定したいだけの質問ではろた。現役ジョッキーのなりすましかどうか詰めてみないと。ユエックさんか。競馬学校入る時点で背伸びそうな子は落とされるんじゃないのか。小牧の息子はそれで落とされたらしいな。かわいそうに。三浦ってどうなの？三浦下手。東？西？鈴木啓太どうなった？大谷は打者で行くか投手で行くかどっちがいいと思う？大谷は野手、糸井の代わり。乗ってみたい馬と理由を。尊敬する先輩騎手は？騎乗技術でも人格でもいいから。内田さんを尊敬。あの人うますぎ。フリーなの？旧車付きなの？日ハムのこと書いてるし、こりゃ本物なら丸太だな。北海道旭川東高校だろあいつ。おい丸太、沢田さんによろしくな。三浦で重賞一つは丸太丸山浜の矢ぐらいかもね。日本柳、浜の矢、丸太、丸山。大日本柳もか。彼は今年頑張ってるな。もし日本柳本人だったら、親父さんともども応援するわ。頑張りや、こんなとここないで木馬おっとけ。レス見てファビって逃げたから日本柳はないだろ。本物なら丸太丸山のどちらかだな。オツ。村田。特定されそうなのでやめていい？むしろ太一みたいに好かれるかもしれんぞ。わろた。だから言ったろ、さらせないんだから。最初からやめとけよ。ここで2本目のお話は終了です。3本目は2014年5月24日のスレです。競馬、1、元ジョッキーだが何か質問ある？中央で騎手やってた。暇だからからもう。質問があればどうぞ。裏話でも暴露しようか。もう俺は失うものは何もないからもう満体。ちなみに俺が誰だか特定探索系レスはスルーするからよろしく。特定を防ぐために全ての関係者名を呼び捨てにする。守護馬リーディングの1、2、3位の、ディープ、金亀、ハーツ。それぞれの子供の特徴とか乗った時の印象とか教えて。乗ったことないからわからないね。鉄道さん、リハビリ順調ですか？順調だけど復帰は難しいみたいだ。今は助手なんか？助手って大変。助手ではないよ。本でも出そうかと思ってる。一品の騎手仲間での評判って実際どうなんだよ。コネ長とか言われてないの？正直に言うと裏では一部の後輩から嫌われている。先輩からは未だに腕を認められていない。コネとは言われてないよ。技術や人間性についてだけ。竹さん嫌ってる騎手、調教師はいますか？竹さんが嫌ってる、です。いないよ有名なあの人を除けば。一部の若手調教師や助手は竹に萎縮してしまいあまり依頼できないようだ。それはベテラン騎手全てに言えることだが。サンクス、あの人って絵が無理？そうだね。しかし世間話をしたりはする。こっちはちゃんと調教師のお勉強してる？リハビリを頑張ってるみたいだ。本人は真剣に復帰を目指してる。今は何してるの？貯金切り崩して生活してる。乗馬クラブでバイトの話が来ているから考え中。尿検査って抜き打ちであったりするの？現役のジョッキーが捕まったの聞いたとないし。ありえないよ。JRA にそんな権利はないから。枠順ってインチキ臭くないですか？ディープインパクトとかグエナビスタみたいな車台系のファンの多い馬は外枠全く引かないし、ダービーはあまりにも1枠に1番に人気の勝ち馬が都合よく入りすぎる。それが権力の違いだよ。吉田の息子と岡田の息子はどっちがクズ？岡田ジュニア。菅井は過食症？権力者たちへの接待が異常に多いから夜の生活は荒れてる。太るのも頷ける。絶対に騎手じゃないと知り得ない情報を一つだけでいいから書いて。某オーナーは若手騎手に体の接待を持ちかける。そのオーナーはガチホモか両党なんだろ。両党で有名な大手クラブオーナー。夏は期待呼び寄せセクハラは当たり前。夜の相手を強要される。ジョッキーから見てうまいジョッキーって誰？岸田、丸田、柴田大。横山則、武豊、藤田、勝春、秋山、池添。お前たばらだろ。その名前挙げられてる騎手の方々は、具体的に言うと何が普通のジョッキーと違うんですか？ノリは天性のバネの柔らかさで馬に負担をかけない。足首や膝のサスペンションね。よっぽどの気性なんでない限り折り合いを書くことはない。もっとも馬乗りの上手い騎手だよ。
常に馬第一のためにレースの展開によっては勝負を捨てることもある。豊かも天性の柔らかさがあり気象難を操ることに長けているが2008年から落馬が続き関節が硬くなったね。上勢があるから年齢重ねるときつくなる。しかし技術はまだまだ一流だよ。勝負感やレースセンスはノリより上。秋山も当たりが柔らかくいい馬乗せたらうまいよ。特に新馬から教育のできる機種。池添も度胸があるしレースセンスもいいしまたオルフェのような当たり馬を引くだろうね。勝春はもっと真面目に乗ればうまいレースするよ。勝負根性が欠けてるが技術はトップクラス。藤田も技術はもちろんのこと人間の気象難がなければまたいつな当たり馬を引く。挙げられてるジョッキーはみんなモンキー乗りですが、馬に負担がかかると言われてる最近流行りの、トントン乗りは否定派ですか？またあの乗り方は本当に馬に良くないのでしょうか？馬に負担をかけて勝った場合その馬は疲労が抜けにくくなる。馬の背がガタガタになるんだよ。当たりが強いのとトントン乗りは違う。安藤や内田と川田や岩田の違い。トントンが馬を伸ばす根拠はないよ。馬の伸びは道中以下にロスなく足を温存することで最後の伸びにつながる。さらにトントンで導くと馬は余計な疲れが残る。しかしオーナーどもはとにかく勝てばいいだけの連中だから激しいアクションで必死の見せかけを終える機種だと騙される。特に川田は調教師から煙たがられてる。岩田はあのスタイルだが川田とは違い緩めるところは緩めてるからオリジナルでいいと思うけどね。なるほど馬乗りのプロから見てうまいというのは、馬になるべく負担をかけずに勝てる柔らかいジョッキーなんですね。ありがとうございました。マジで一ちゃんタバラだわ。タバラではない。調教師や騎手の引退間近のレースを当てたくてその人の馬券を買うのですが、空気読まないで合わせに来たり抜け出したり進路を断ったりする騎手がいて、花を持たすべき人が負けたりします。自分の馬券が外れたばかりか、空気を読んで追い出しを待った騎手が飲まれたり取り残されたりして後輩等になることもあります。こんな人には優しいとか、冷たいとか、こんな人は空気を読まないとか、こんなレースを狙えとか、引退間近のレースを当てるコツを教えてください。どのオーナーや調教師の馬に誰が乗るかによって大きく変わってくるから一概には判断できない。明らかに状態おかしい馬がレース出るのってよくあることですか？普通にあるよ。調教師は知ってるが騎手に黙っていることもある。案外な負け方や故障がこの場合、後で助手に聞いたら実は、なんてことはいくある。ここ一年のうちパクどう思う？今は歯車が噛み合わないだけでまたいつもの内田が戻ってくるから、心配はないよ。馬の乗り味が柔らかいってどういうこと？足腰が軽やかで伸びやかなこと。レース中、騎手間では怒号が飛び交ってるの？普通のこと。特に川田と岩田。ベテランは危険回避の時。松田大ちゃんや橋本良純元ジョッキーなど、腕は確かなのに重賞勝ちや勝ち星に恵まれないジョッキーは、何かが足りないの？本人の栄養力。松田は気が弱すぎる。騎手の腕の差が、最も出る距離も引くは競馬場ってありますか？京都春天、阪神ダート1400、府中芝2400。ここで全てのお話は終了です。騎手しかわからない興味深いお話でしたね。